どうも、ライちゃんです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。実は、Twitter、Instagram、TikTok と活動の幅を広げております。概要欄にも URL が掲載してあるので、よかったらフォローの方よろしくお願いします。というわけで、今回なんですけれども、先日新たな映像が発表されて大きな反響を呼んでいる、ゴジラ・モンスターバースのドラマシリーズである、モナーク・レガシー・オブ・モンスターズに関してちょっと話したいと思います。本作はレジェンダリーテレビジョンセーフハウスピクチャーズ東宝の共同制作となり、2014年に公開されたギャレス・エドワーズ監督のゴジラの直接的な続編として制作されているスピンオフのドラマシリーズであり、日米合作の大型プロジェクトなんですよね。ショーランナーは MCU のドラマシリーズのワンダビジョンのマット・シャックマンが務めており、国際色豊かな複数の監督がエピソード監督を務めていることも判明し、モンスターバースを次のレベルへ引き上げるハイクオリティなシリーズになると思われます。今作はゴジラキングオブモンスターズ、ゴジラ VS コングの前日談やブリッジ的な橋渡しをする作品ではなく、あくまでも世界観の拡張を意識して制作されており、モンスターバースシリーズ最新作であるゴジラ X コングザニューエンパイアと何かしらの関連を持つ作品とされているんですよね。時代設定は1950年代と2014年以降を行き来するとされており、主に過去の出来事がクローズアップされるとのことで、1954年に原子力潜水艦によって目覚めさせられたゴジラが2014年に人々の前に再び姿を現すまで一体何が起こっていたのかが明らかにされるとも伝えられています。モナーク・レガシー・オブ・モンスターズでは、モンスターバースにおけるゴジラの物語にとって重要な1950年代を含む様々な時代の出来事と、それに合わせて歴史的事象の際に出現するタイタンの姿も描かれるという噂も流れており、現段階でモンスターバース内で確認されている複数のタイタンに合わせて新しく登場するタイタンもいるようなので、この辺も気になるところですよね。先日公開された予告編では、ゴジラがゴールデンゲートブリッジを破壊する別視点が盛り込まれており、モナークという組織に翻弄された沢井アンナ演じる主人公のケイトの姿が描かれて、モナークという組織に対して不信感を抱いているケイトが真実を追求しようと動き出す場面が挿入されているんですよね。もう予告編をご覧になった方はわかると思うんですが、モナークという組織が明らかに不審な組織として描かれているんですよね。災害現場でゴジラを待っていたかのように写真を撮っていたとケイトが語る場面があるんですが、その演出のやり方がもはや悪役なんですよ。ゴジラキングオブモンスターズでは人命を優先して前線に立っていたのに、このモナークレガシーオブモンスターズではもはや別組織なのではと思うほどの扱いになっています。まあ、ゴジラとキングギドラの戦いが行われるのは2019年なので、表立っての組織としての運用がまだできておらず、秘密組織という立ち位置だからこその演出なのかもしれないですけどね。ただケイトは明らかにモナークに敵意を抱いているのも明白なので、ここが物語の重要な要素なんではないでしょうか。また前回のティーザー映像にもちょっとだけ登場したジョン・グッドマン演じるビル・ランダが結構がっつり登場することも示唆されていますね。それはどこでの出来事なのかはわかりませんが、森の中からランダが駆け抜けてきて、振り返ると何かが彼の後ろを追いかけてきているというシーンなんですが、彼の衣装や雰囲気からキングコングドクロ島の巨神を連想しますよね。一体どういうことなのか謎は深まるばかりです。そして一瞬なんですが、めっちゃくちゃ気になるシーンが登場していましたよね。それは東京のシーンなんですが、人々が何かから逃げているんです。これはゴジラもしくは別のタイタンが東京で大暴れしてくれるのは間違いないのではないでしょうか。またケイトの父親はモナークの実験によって何かに巻き込まれてしまったということも合間合間で示唆されていて、ケイトの父親とモナークの関係性の深さが伺い知れるんですよね。一体ケイトの父親とモナークは何をしようとしていたのかということを解き明かすのも今作の魅力の一つになるんではないでしょうか。地面から渦巻き状のエネルギー波が吹き出ているシーンもあるんですが、あれはフォロワーズエネルギーなのかもしれません。1950年代、当時はまだ科学技術は発達しておらず、フォロワーズに向かうための装備はまだ開発されていないので、フォロワーズの事情を詳しく知っている人物も存在しないことから、今作ではフォロワーズエネルギーは未知の存在として描かれるかもしれませんね。そんな予告編でも盛り上がっているモナークレガシーオブモンスターズですが、
先日今作の魅力を語る新規映像満載の特別映像が公開されました。カートラッセルを筆頭に今作に登場するキャスト陣がいろいろと語ってくれているんですが、一番の見どころは新規映像で登場したタイタンたちでしたね。予告編で登場したタイタンたちがほとんどだったんですが、その名前が何体か判明したのでちょっとご紹介しますね。まずはカニのような見た目のマントルクローですね。ジョン・グッドマン演じるビル・ランダが遭遇したとされるこのタイタンは、カニを含む節足動物のデザインが入り混じった見た目をしており、特段に巨大なわけではなく、ゴジラと戦うようなサイズ感ではないんですが、映像内ではかなり凶暴な姿を見せており、激しいアクションを披露してくれそうですね。ビル・ランダを追撃していることからして、人間を捕食するのかもしれません。次に、マザー・ロングレックスですね。キングコング、ドクロ島の巨神で登場したこのタイタンの再登場が今回明らかにされたんですが、こいつもかなり厄介そうですね。ドクロ島の巨神ではコンラット率いる米軍兵士たちの一斉射撃によって絶命しているので、耐久力、防御力ともにそこまで高くないと思うんですが、武器を持たない無防備な状態ではとてもじゃないですが勝ち目はないですよね。予告編映像ではしっかりと姿を見せていなかったんですが、今回の特別映像ではランダに襲いかかる姿がはっきりと描写されており、さらにマントルクローと対決している様子も見受けられます。ランダを餌として認識していて奪い合っているんでしょうか。前述した内容を聞いて多くの方が思うことだと思うんですが、ランダがいるここは一体どこなんだって感じですよね。個人的な予想ですが、ここはドクロ島で、ランダの登場するシーンはキングコングドクロ島の巨神で描かれなかった、映画本編で登場していない同じ時間軸の出来事なんじゃないでしょうか。彼らは島内を歩き回っていましたからね。そういったまだ明かされていなかった部分を見せてくれるのだとしたら、このドラマシリーズはめっちゃくちゃ面白くなりそうですよね。次にエンドスウォーマーズですね。ワイヤット・ラッセル演じる若き頃のリーショーと、山本真理さんが演じるケイコ・ランダが遭遇する卵から生まれるこの昆虫を連想させるタイタンはかなりの数がいることが示唆されており、孵化した瞬間からアクティブに襲ってくることからも危険な存在であるとわかりますね。しかしながら卵があるということは、この卵を産んだ母親がいるということになるんですよね。その母親とは一体どんなタイタンなのか非常に気になります。次に名称不明の地底型タイタンですね。予告編映像でも登場したこのタイタンの全身像が今回明らかにされました。モナークの設定資料で明かされたシベリアで目撃された四足歩行型タイタンと思われるこの個体は、どうやら地下だけではなく地表でも活動できて寒冷地帯に生息しているようですね。そしてこのタイタンはカートラッセル演じるリーショーと遭遇しているので、2014年以降の現代に登場するタイタンだと思われます。大きさ的にゴジラと戦うタイタンではないと感じるんですが、まだこのタイタンにも何かが隠されていそうで非常に楽しみですね。そして一瞬ですが、巨大なワニのようなタイタンの姿と目元のアップも登場しており、このタイタンの正体もめっちゃくちゃ気になるところです。また今作は全10話で構成されているんですが、エピソードごとのタイトルも5話までは判明しています。エピソード1はアフターマス、エピソード2はデパーチャー、エピソード3はシークレッツ&ライズ、エピソード4はパラレス&インテリア、エピソード5はザ・ウェイアウトとなっており、とても意味深なものになっています。どうやら後半の5話から怒涛の展開が用意されているようですね。一体何が起こるのかめっちゃくちゃ気になってしょうがないです。モナークレガシーオブモンスターズは11月17日に Apple TV プラスで配信が開始されます。皆さんこの機会に加入してゴジラの勇姿を見届けましょう。毎週金曜日に1話ずつ配信されるので、俺は1話ずつレビューしていこうと思います。また面白い情報が入り次第動画にしますね。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくね。